皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。霊能者、画家、詩人として活動しております。本日はいかがお過ごしでしょうか。僕は今さっきインスタライブを終えて準備最高潮です。ちょっと風景見せます。見て、これすごい可愛いの。可愛くないですか。四角いブロックに絵の具を、これ6面やっていく予定。今日はちょっと水彩画を描いてみました。朝8時からインスタライブやってます。よかったら気になる方ぜひチェックしてみてね。というわけで本日は何話していくかというと、何話していこうか。本日は無価値症候群、無価値症候群というテーマでお話ししていきたいと思います。これを聞いてる方、私には価値がないんじゃないかなとか、私が生み出すものは価値がないんじゃないかなとか、私はどうせダメなんじゃないかな、そんな風に思ってしまってはないでしょうか。気持ちすごいわかるんですよね。でもそれちょっと今日は克服してみませんかっていう、その第一ステップになればいいかなと思います。僕はよく自分のしたいことを叶えた方がいいよとか、自分のやりたいこと、夢を叶えた方がいいよっていうことをお伝えしているんですが、なぜかというと、自分のしたいことを叶えると自分のモチベーションというか、自分の気持ち、エネルギーが高まって、より美しいエネルギーを生むことができるんですね。でもその自分のやりたいこと、したいこと、夢に対して、その結果を社会の上出来っていう結果と結びつけちゃうんですよ。コネクトさせちゃう。そうすると社会 にとっての上出来が自分の価値だと思い込んじゃうんですよ。だから社会に役に立ってない私はどうせ無価値なんだっていうふうに自分を否定し始めちゃう。社会に適合してない自分、社会にとって有益さを生んでない自分、社会にメリットを生んでない自分、みんなに評価されない自分は無価値なんだと思っちゃう。でもね、これは外から自分の評価が低いから落ち込んでるんじゃないの。内側から自分に対して、外側から自分に対して批判、悪口を言うから、より強大になって自分を責め始めちゃうのよ。だから内側からの批判をまずやめる必要がある。内からも外からも批判を続けると自分がよくわからなくなっちゃうのよ。誰かから、例えば、いや君の描く絵すごいダメダメだよって言われたとするじゃない。でこの時に心に来ちゃう時の原因としては、自分もそう思っているってことなのよ。だからまずは自分がそう思うことをやめること。社会の評価とか世間の評価とか他人の目で自分を見定めることをやめること、自分を価値づけすることをやめること、自分の価値基準、自分の評価基準、自分がこうありたいっていう基準で自分に対してフラットに接してあげることがすごい大事よ。誰かに褒められたいとか、誰かに愛されたい、もっとこうされたい、これは自分の心がね、満たされてない証拠なの。自分のね、愛とか心の中に自分がいないっていう証拠なんですよね。でもたちまち自分の心の中に自分が満たされて、自分が愛されると、自分によって自分はとってもハッピーになるのよ。でも自分を愛するってすごい難しいじゃない。これなんで難しくなっちゃうかっていうと、第一ステップとして自分はこうありたいを考える、第二ステップとしてそれを行動するんだけども、
第一ステップ、こうしたい、こうありたいを考えたとき、漢字考えたときに、第二ステップで、いや、そんなことできるはずないよって、自己批判、自己否定が入っちゃう。すると余計わかんなくなっちゃうのね。いや、私なんて愛されるはずないとか。いや、私なんてこれができるはずないとか。この夢叶えられない。愛する人と出会えない。私なんてって第二ステップに入ってくると、どうすればいいのかわかんなくなっちゃう。一番最初の純粋な夢、希望がわかんなくなっちゃう。最近よく言うんだけど、不安と違和感って違うんだよね。不安と違和感って何が違うかっていうと、皆さん違いわかるんだよね、本当は。うん。例えばさ、自分が愛するパートナーを探していて、あ、この人私の愛するパートナーからって時に、ワクワクするじゃない。パートナー探してるわけだから。ワクワクする。ドキドキする。嬉しくなる。喜ばしくなる。この中の中に、違和感があるのか。それとも、いや、私がこの人に愛されるのかなって不安があるのか。これによって、その人が自分のパートナーになり得るかなり得ないかっていうのを見定めることができる。これは、いや、この人自分のツインレイかな、ソウルメイトかな、そういう話じゃない。自分はこの人を愛せるかな、この人は自分を愛せるかなっていう見比べ、見定めの方法なの。自分の心の中に違和感があったらストップして漢字考えるとき、自分の心に不安があったらそれは間違いなく進んで OK なとき、不安は進んで OK、 でも不安はそのままにしろってことじゃないよ。不安を明確にして、何が不安なんだろう、じゃあこうしていこうっていう風に考えることが大事なの。そう、不安なのか違和感なのか明確にしてみて。不安だったら進んで、違和感だったらちょっと止まって、何が違和感なのかな、で方向転換したらいい。霊能者のアトリエでね、あとちょっと言いたいのが、みんなね、睡眠っていうものをすごく甘く見てて、睡眠って自分の肉体と精神にエネルギーをしっかり補給してくれるものでもあるの。自然の薬でもあるわけよ。同時にね、いろんな要素あるんだけど、一つとして、だから眠ることで全てのエネルギーが整えられるの。何もしなくてもただ眠るだけで。こんなことないでしょ。だってみんなお金払ってそういう栄養とかを買うわけじゃん。もうお金もいらないわけよ。ただ寝るだけで全部が満たされていくの。その要素を持ってる最重要事項なの、睡眠は。だから仕事とかでどうしても睡眠が取れないっていうのはものすごくわかるんだけど、どうやったら睡眠取れるかな、睡眠取りたいな、睡眠取ろうっていうのをしっかり感じ考えていくと、もっと幸せになれると思うよ。睡眠を甘く見たらあかんでっていうこと。あとはね、これやりたい、あれやりたい、こうしたいって時にさ、どうしてもこうしたいから、いや、どうなんだろう、不安だな、なんか違うのかなって思っちゃうじゃない。この時にこうしたいはすぐ行動してあげたらいい。これやりたいな、こうしたいな、こういう風にありたいな、じゃあそうあろうでいいの。この時にこうありたい、でもそうなれるのかな、いや、なれないなってなっちゃうのよ。のんのんのんで、これはこうありたい、こうあろうでいいの。この時に変な条件とか過去からの戒めとか過去からの反省とか過去のトラウマをここの間に持ってこなくていいの。どうだっていい。過去のトラウマとか過去のコンプレックスとかは、あなたが未来に対してこうありたいに何も大丈夫なの。何も必要ない。持ってこなくていい。無関心を向けて、そういうのには。じゃないと意識は、あ、あなたこれに関心あるんだと思って、どん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 それが意識がそこにエネルギーを注ぎ始めて、それがより強化されちゃうわけよ。うん。だからそれに対してちょっと気をつけてみてほしい。そう。あとは、自分のこうしたいっていうのを直ちにこうやりたい。で、ネガティブが出たら無関心を受ける。それでも何かモヤモヤする。ならば、それが違和感なのか、
不安なのかっていうのを感じ考えてみてほしい。違和感だったら自分が何か嘘をついてるかもしれない。純粋性の欠如が行われてると思う。だからもっと純粋になろう、誠実にやろう、嘘つくのやめようって思ってみてほしい。そしたら間違いなくあなたは成長できるよ。嘘はあかん、自分に対して特にね。まあ、誰かに対しての嘘は100歩譲っていいよ。でも自分に対しての嘘はご法度だね。だから自分に対しての嘘はやめてみてほしいなと思う。どうかな。さて今日も 2,3 質問に答えさせていただこうと思います。一つ目の質問はこちら。愛のエネルギーが枯渇したとき。なるほど。愛のエネルギーが枯渇したとき、そもそも論、愛のエネルギーはね、枯渇しないんです。なんで愛のエネルギーが枯渇しちゃうかっていうと、純粋性が不足してるから。自分が何かに対して偽っているから。自分のあり方が本来の本質的なあり方ではなくて、何か表面上の何かを守る、または自分の保身、プライドがあるから。だから愛がそこに住めなくなるわけです。NEXT。伝えたいことを社会に広く知ってもらうためにはどうすればいい？なるほど。自分の考えとか感じてることを、まあ、したいことをまあビジネスにしたりとか、もっと自分の考えとかを広めて世界をより良くしたい。そういう時はどうしたらいいか。あ、根本、誰のためにやるか。ってところが、欠如してるんじゃないかな。そんな風に思います。自分のために行うか、誰かのために行うか。皆さんにとって、あなたにとって、社会にそれを広めることがあなたにとって何の意味があるか。これが多分、もうちょっと感じ考えられるんじゃないかなっていう感じ。最近ずっと無気力で逃げてます。今の私に必要なことを教えてください。最近ずっと逃げてますか。なるほどね。100歩譲って逃げても全く問題ないと思う。でもね、逃げるって、本当の意味で逃げるっていう、のって何かっていうと、自分のしたいことから逃げることなんですよ。自分が本当はこれやりたいなとか、本当はこうありたいなっていうのを、目の端っこだけで捉えて、それをごまかして、ごまかして、ごまかして、先延ばしにすることを逃げるっていうのかなと思うんですね。はい。そんな時はね、こう自分に問いかけてほしい。本当はどうしたい？この時に、いや、できないかもしれないとかは全くいらなくて、動画の最初の冒頭で言った時に、第一ステップどうしたいか、第二ステップすぐ行動する。不安には無関心、ネガティブには無関心でいればいい。で、進んでいくにつれて徐々に解決していけばいい。そして違和感があったら感じ考えてみること。その逃げはおそらく違和感ではない。逃げていると違和感かもしれないけどね。逃げてる不安じゃなくて、あ、なんか大丈夫かなっていう、このままじゃ嫌だっていう違和感だと思う。だから本当の自分の気持ち、どうしたいかを感じ考えてみて、応援します。という感じで本日は3つの質問に答えてみました。そして無価値症候群、そんな風な話をしてみましたが、いかがでしょうか。あなたはね、価値あるよ。もしね、自分が無価値だと思ってるならね、価値ある。それをあなたがちゃんと見ることができてないの。自分に対して愛を持って気づけてないのよ。こんな悲しいことはないよ。でしょ？気づいてあげてよ。自分のために他人の価値を見出すんじゃなくて、
自分の価値に見出してあげなきゃ。自分の価値を見出してあげなきゃ。自分でしょ？いいの？そのままで。あかんでしょ？っていうこと。大丈夫よ。あなたは絶対に大丈夫。より良くなって前に進める。成長することができる。ポジティブにね。明るくね。柔らかくね。いけるよ。本日はこの辺かな。いかがだったでしょうか。いつもみんなご視聴ありがとう。コメントもすごい励みになってる。いいねも、チャンネル登録もすごい励みになってます。みんなありがとう。ではこの辺で終わりたいと思います。漢字考えることで世界は大きく変わる。フラットポジティブにね。この動画良かったら高評価、チャンネル登録、コメントぜひぜひよろしくお願いいたします。みんな一緒に行こう。みんながこうありたいって思うとき、僕は最高に応援したいと思ってる。それではここで告知があります。6月25日から6月30日まで東京のギャラリー風吉祥寺にてレンタル絵画展を行います。個展みたいなものですね。入場無料となっておりますので、ぜひぜひ皆さんお近くの方は足を運んでみてください。詳しくはインスタグラムをチェックです。それでは